ノバリャノバリャノバリャは、クロアチアの街を呼び、それを中心とした、基礎自治体である。アドリア海に浮かぶ、パグ島の北部に位置し近頃では、ズルチェビーチによりノバリャは、有名になってきており、夏には、欧州中から人を集める、一大観光地になっている。パグ島に最初に住み着いた人々は、イリューリア人の部族で、集落の後は現在でも島の周辺で見ることができる。 紀元前1世紀、ローマ人がやってくるようになり多くの遺跡や考古学的なものを残している。クロアチア人がやってきたのは7世紀で、それに伴って多くの人々がこの地域に居住するようになった。パグ島はクロアチア王国の支配下に入ることがあったが、戦いは続き11世紀や12世紀に島はザダルやラブに分けられていた。ノバリアはクロアチア王、 ペタール・クレッシュミル4世のラブのコミュニティや教区に属していた。12世紀から14世紀、ノバリアは他のダルマチアの街と共に、ベネツィア共和国とクロアチア・ハンガリーの支配者との間の激しい戦いに巻き込まれていた。島は15世紀から4世紀にわたり、ベネツィア共和国の支配下にありナポレオン・ボナパルトがやってくるまで続いた。 その後、オーストリアとフランスの間で、ダルマチア地域の争いがあり、オーストリアが勝利すると島の支配は、ベネツィアに一度戻っている。オーストリア支配が長らく続いた後、第一次世界大戦後は、ユーゴスラビア王国の領域となり、第二次世界大戦中は、ナツスの外来政権であるクロアチア独立国の支配下に入り、この間クロアチア沿岸は、 イタリアと共に分割されている。パグ島、ブラチ島はクロアチアにあり、ザダルからオミシュイタルまでは、イタリア側にあった。パグ島は現在は2つの軍に分けられており、ノボリアやスタラノバリアがある島の北部は、リカセニ軍、島の南部は、ザダル軍である。リーディングトラベルエージェンシーフォーナバリア、アイランドオブパグ。ありがとうございます。